おうちでズー飼育の日特別動画全部見せます、総集編どうぞ。あー、飼育の日いろいろあったね。いろいろありましたね。疲れました。お疲れ様でした。お疲れ様です。あー、みんな、まあ、毎日掃除したりとか餌作ったりとか動物出したりしまったりとかといろんな仕事があったね。そうですね、いろんな仕事をこなしてもらいました ね。 そうだね。でもあれだけじゃないんですよ。ええあれだけじゃありません。え私たちの仕事はあれだけじゃないんです。まだ見してないやつがいっぱいあります。えじゃあ見ちゃう。見ちゃいましょう。そうだね、私たちが編集した動画のシーンとかもないもんね。見せましょう、それも。じゃあ最後、総集編ってことで全部まとめていっちゃいますか。全部まとめて、もう大放出しましょう。よし、じゃあ行きましょう、一気に行きましょう。じゃあ、ちょっと待ってください、はい、手洗いましたか。あ、まだです。あ、それは大変、洗ってきてから。あ、わかりました。してください。はい、じゃあ手洗いしてから行きます。こんな感じでやってますよっていう動画。ちょっと後で言います。今何してるんですか。前も洗ってます。お湯の尿にあげます。毎朝洗ってるんですか。そうですね、毎朝このカゴ4つ分ぐらい洗ってます。頑張ってください。何してんですか。カピバラに新しい樹木を。あ、これです。わぁ、大きい木。壊れてますね。これをこのまま、このまま車をパンクしてたらこれを持ち上げて、そこで4人かそこらでこのままこう頭だけこう入れて、そしたら続けたら抜けたらば、うん、この大木は何で入れたんですか。特にはないです。カピバラ登ったりするんですか。登らないと思います。これから何をしますか。植林です。あ、植林？何の植物ですか。桑の木です。桑の木。桑の木は動物食べますか。そこにいる亀が大好きなんで、まあ亀のために。植える時のポイントは何ですか。愛です。愛。大きくなってほしいですね。何してるんですか。椅子をきれいに電気に行きます。これは何の椅子ですか。これ、この椅子は滝原さんを観察するために設置してます。ああ、なるほど。ペンキを塗るコツとかあるんですか。大胆に塗ることで。ありがとう。大胆にですか。ありがとうございます。頑張ってください。すごい、隣と全然違う。ビフォーアフター。はい、どうぞ。ここはどこですか。飼育事務所です。なるほど、じゃあ潜入してみましょう。あ、お昼休みですね。ご飯見せてください。今日は生姜焼き弁当です。美味しそうですね。作ったんですか。はい。何食べてるんですか。もう食べ終わってました。ティッシュですか。今日は
鈴鹿そばです。ん？油そばを食べて。油そば。あ、またこっちは美味しそうなお弁当です。何食べてるんですか？ビビンバです。美味しそう。自分で作ったんですか？いや、違います。違います。誰かが作ってくれたそうです。あ、こちらの方は、はい、何食べてるんですか？チャーハンと唐揚げです。自分で作ったんですか？はい。誰も作ってくれなかったんですか？作ってくれないんでちょっと流せませんね、ここひどいひどいで、すいません、今何やってるんですか？今園内の、歪みとかないか安全チェックを今行ってます。大丈夫そうです。あれも通るか、扉も通るかって言って、大きいか多分。所長、今何やってるんですか？穴開けるね。ゴキブリです。ゴキブリさんいるし、うん、太陽こっからもすでめっちゃいるじゃないですか、これ、うん、これ超やばい今何してるんですか？はい、イベントの企画書を作っています。へえ、何のイベントですか？今回の休園期間中にみんながお家で楽しめるように作っているマンドリルの塗り絵とか、こういったものの企画書を作っています。あ、すごい上手ですね。作ったんですか？私じゃない人が作りました何してるんですか？今動物園のツイッターをアップしてます。おお。こんな感じで今日あげたのが飼育の日の動画です。あとこっちではホームページ作ってます。何のホームページですか？これは鹿の、あ、違うな、マンドリルの塗り絵のページです。へー、すごい、2つのことを同時に。二台使いですさすがです何をされてるんですか？日誌を打っています。日誌って何ですか？毎日自分たちがどんな風に過ごしていたかとか、そういった記録を残すための日誌を打っています。パソコンなんですね。そうだ、電子日誌に我が動物園もなりましたありがとうございますあなたは誰ですか？はい、獣医の佐藤ですありがとうございます今から何をするんですか？これからですね、検便ですね、糞検をします。糞検とは、まあ、これカメレオン のうんちなんですけども、まあ寄生虫がいるかどうか調べるっていう。これで、まあ、上からこのグラスをかけると、これこう広がりますよね。広がったものを、じゃーん、お顕微鏡です。素晴らしい顕微鏡だね。これ高いね震災の時これ揺れてね、もう少しで落ちるっていうところですね。ギリギリセーフでね、あのこの辺でね、踏ん張ってくれてましたはい、映るでしょうか。お、なるほど。見ました？うん、こんな感じで三日月状の中にこう、はい、はい、以上です。ありがとうございました失礼します。
何してんすか今。今です。PTA の連絡講演会中止のお知らせです。いただきます。なかなか園長仕事何やってるかって質問多いんで、はい、園長への手紙に対する返事を書いたりしてますよ。あ、なるほど、はい、こんなフォームでね、うん、書いてます。はい、ありがとうございます。飼育の日の今年の企画は終わっちゃいましたけれども、休園中の動物園でも飼育員たちは毎日動物のお世話をしています。動物園が開園したら皆さん待ってまーす。動画お疲れ様でした。お疲れ様です。大変だったね。大変でしたね。あと最後の動画を今作ってます。これが終われば。これが終われば。あ、そうだ。ちなみに言い忘れたけど、はい、ゴールデンウィークの企画も動画だから。本当ですか。やだ、山に行きたい。あそこはやだ。頑張りましょう。頑張りましょう。